ミザオン、ミザリオールの音楽堂 Z。 はい、やってまいりました。ミザオン、ミザリオールの音楽堂 Z。 よっ、はい、早速、前回の配信でですね、大事なことを言わせてたんですよ。このチャンネル登録と、高評価よろしくお願いします。お願いします。これね、これ大事。これ前回言ってなかったんですよ。これね、言い忘れて、あ、見てやべ、忘れたみたいな感じでかなり焦ってたんで、もう大切なことは2回言います。高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。早速、ではゲストを紹介したいと思います、はい、まずは、ストセさん、よろしくお願いします。お願いします。そして、ロザリア様、どうぞよろしくお願いします。さあ、そして、魔将軍チャッキー。あ、どうも、千葉県市川市魔界からやっておりました魔将軍です。666歳、独身です。よろしくお願いします。はい、ということで、よろしくお願いしますね、前回が、はいはい、レイドの瀬名さん、そしてニュークリットロマンスの小笠原健一さん、はいはい、すごい爽やかね、第1回を迎えて、はい、この2回目ですよ。はい、どういうことですか。どういうことですか、その意味は。いやもう、なんだろう、しいな。先に言っときます。大谷さんとか持っててください。もう見ながら胃薬飲まないといけないぐらい今回は濃いです。さあ、濃い。さあ、早速自己紹介を。あ、はい、もう一回やった。あ、一対一自己紹介です。魔将軍なしだもん。魔将軍先言っちゃった、はい、魔将軍もなし。はい、ダンスアーティスト魔界の王子こと千歳です。よろしくお願いします。はい、王子、はい、そして、バーン宮殿というビジュアルメタルバンドで歌っております魔界の王子ロザリアです。どうぞ。王子、王子が似た。あ、すいません、千葉県市川市多いです。多いです。好きな食べ物はオムライスです。はい、よろしくお願いします。シャッキーさんです。ということで、魔将軍です。魔将軍です。さあ、よろしくお願いします。今回の、はい、このミザオン、ミザリオの音楽堂 Z のテーマでございます。ズバリ、魔界の住民です。間違いないですね。魔界ですね。魔界を皆さんね、それぞれ接点はないんですけれども、はい、コンセプトに魔界と、そして魔という言葉が出てくるので、はい、お呼びしました。ありがとうございます。そしてね、今回ね、もう一人、ヴァンパイアローズというね、はいはい、いや、アーティストもいいんですけど、ちょっとヴァンパイアカフェというね、はい、お城があって、それのシフトの関係で今日来れない。お休み。シフト。お休み。まあね、まあちょっとランチ営業もしてるということで。あ、そうだ、ランチ。修学旅行でね、いうとこの、あの、抜いて、顔抜いて、なんか貼っとくみたいな感じで、の感じで、いや、お休みということで、今回はこちらの3名でお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。まずは、実は、3人とも初対面なんですよ、はい、初対面です、初対面でございます、はい、本当に初対面ですよね、はい、じゃあうちの魔界にこんな人いなかった。うちの魔界どうですか。貴様らどこの魔界いればすぐ分かるんだ。そうですね、あのなんかうちの魔界いろいろね、やっぱり魔界ある、区画がある、区画まあそんなんで、魔界がそれぞれね、皆さん魔界という住民ということを名乗ってるんですけど、はいはい、実はその皆さん人とも共通項はないんですけど、はい、私が実は対バンを、はい、まあそれぞれ皆さんバンドとかね、ライブをやってるということで、はい、以前、はい、サイエンスでね、そうですね、2回ほど、そうです、サイエンスと私が主催したイベントにも出ていただいて、はい、いえいえ、その時はマルチミゼルなんか歌ってくれて、ね、そうですね、カピーで、はい、かっこよかったですね。そしてロザリアさんもね、バレンタインのイベントで剣王で、そうね、血塗られたバレンタインでしたね。そうそうそう、それもまたタイトルが、あ、かっこいい、魔界っぽいね、魔界で血塗られたんですね。そうですね、はい、まさに血のりと包帯をやってますのでね、はい、ね、行ったり行ったり。そして、はい、対バンしましたね。あ、しましたね。いつでしたっけ。もうそれも3年前のブラックホールの天のイザナギの、あ、そうですね、で、対バンして、いました、いました。あと大阪でやられたり、はい、そうですね、どこかしらで、うん、はい、そう、そこで旅はお世話になりましたね、限界で。いやいや、そうですね。そんな、この3人ちょっとなんか神父さんみたいなの言いたいんで、クイズだよ。我々に結果を聞いてる。いや、神の、違う、神の十字架じゃない、かろうじて十字架じゃない、違う、どうぞ進めてください。でも魔をね、払う、本当にこういう魔除けのを持ってきたんですよ。あ、そうなの。そうです、実際魔除けのこれ帰った方がいい。いや、帰らないでください。収集つくのか、今日の収録。さあ、そしてこのね、今日のこの収録前なんですけど、はいはい、雷鳴ったりとか、土砂降りとか、すごかったです。すごい荒れに荒れてましたね、荒れてましたね、はい、これ多分神の啓示で3人引き合わすなと、
実はそういう警告だったのかもしれない。ゼウスの怒り、怒りが来ましたね。じゃあもしくはあの BPO とか見えない力が大人の力がやめとけよっていう確かに、ね、あのねネットの倫理が引っかかんじゃねえかと、うんね、あそうですね、コンプライアンスだけは気をつけないとね、来会児相さんのねチャンネルだって、来会児相のチャンネルコンプライアンスだけは気をつけないと守っていきたいと思います。そういうんで、この3名実は初登場、そして初そのね、はい、初対面、初めまして、初めまして、なので、まあ、自己紹介その魔界それぞれ言ってたんですけど、はい、どこの魔界から来たのかっていうのをまず千歳さんからじゃあ、まあそのあそうですね、自分はあの、うん、池袋にゲートがありまして池袋魔界だ、これは間違いない。池袋にあの魔界をあのコンセプトにしたお店をやってるんですけど、ダンスをね、ダンスをそこにあのゲート開いてますんで、なるほどお待ちしてます。なるほど、爽やかな魔界の感じ魔界にも爽やかな入りやすそうなね、なるほど感じのねそう、まず池袋でそのね、ダンスオーバーが魔界だという、はい、そうですね、私もちょっと一回迷い込んで偶然お会いした、そうです、ばったりばったりあってばったり、その後お店に来てくれるのかなとお待ちしてたんですけど、まだ来てくれる、そうですね、今度じゃあ魔界に迷い込んで北口だからなんかどうすいかがしちゃいちゃい、やめましょう北口ではないですね、そういう目的で、じゃあ違います、違います、何してたんだ、知らない、どうせとか池袋どうせとか言わないでね、本当にもう収集つかれてるとかねさて、続きましてロザリアさんもね、はい、魔界というその場所、うん、どこの魔界から来られてるんですか。僕は魔界、本物の魔界です。本物の魔界、そんな、そんな池袋とか、ね、市川市とかそんななんかそこら辺に転がってるような魔界じゃん。それ失礼ですよ、そっちにしても僕は本物の魔界から、本物の魔界から、あ、そうじゃあ見えない、本家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 で、まあ、かつて人間界との戦争をして、はいはい、でその後今ね、あの和解してこうして日本人界にも和解したんだ、遊びに来ているというね。あ、遊びに来てるんですね、こちらに。そう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 、あ、もう大使的なやつですね。もうかつてはもう大変な戦で、もう人間皆殺しに僕したけれども、したんですか、したしたしだけれども、まあ今ようやくこうしてね、はい、また遊びに来ることができるようになって。その爪で遊びに来るんですか。そうです、なかなかコンビニとかまたまた殺しちゃうかもしれない。これで皆殺しにした。また殺しちゃうかもしれない。ああ、やつだけですかね。たまったもんじゃない。たまったもん。さて、じゃあ、まあ本場の魔界、さあ、先ほど自己紹介で言いましたけど。あ、そうですね。ちょっと先走っちゃいましたけれども。千葉県市川市。千葉県市川市の魔界、あの、4畳半ののスペースが、まあ、魔界になっております、ね。4畳半なんですか。4畳半です。4畳半だけど、43型のね、あの、テレビが。え、手間じゃないですか。この部屋にしっかりとね、やっぱりテレビ大事なんで、ね。4畳半に、43型。43型、やっぱりしっかり。それでもなんか人間界の監視したりとか、そういう。全然映画じゃなくて。映画見てます。マーベルの映画見てます。立ちながら見てるんですか。立ちながら見てる。全然、ね、ソファーなんですよ、4畳半で43畳半と43畳半でもう全部みたいなあと先に情報言っておきますけど、はい、チャッキーさんはこんな怖い格好してるじゃないですか、はい、西野カナ大好きです。ああ、そうですね、西野カナ大好きです。西野家です。あ、じゃあその大きいやつで西野カナをやってみながら。ああ、西野カナのは見ましたね、CS で、ね、痛くて震えちゃったり、ほら見てるっていうね、ちゃんとあんな距離で見てる。そうですね、でもちょっと結婚しちゃったんでね。あ、そうか、そんなことマネージャーなんて結婚しちゃったまあいいや、チェックしてますね。まあいいや、ミザオン。さあ、はい、それ皆さん魔界それぞれ行って、先ほどもその初対面っていうのもあったんですけど、はい、じゃあ千歳さんから見て、このお二人の印象とかね、あの、まあ、ツイッターとか見たりとか、あ、はい、そうですね、今日あのご一緒するっていうので、うん、ツイッターを拝見させてもらってたんですけど、印象で言いますと、ロザリアさんはもうなんか好みが似てるなって思いました。バラがね、お互いのそうなんですよ、あの、ね、ツイッターでツイートもバラの絵文字をよく使ってるんですけど、うん、多分一緒ですよね。ね、あのちょっと垂れてる感じの方のバラの絵文字。そちらですか、ね、あ、自分ちゃんとあの咲いてる方ね。咲いてる方ね。そう、二つあるんだ、バラの絵文字が、ね、使い分けで、ね、使い分けでどっちにしようかな。僕は枯れてる方がやや多いかなみたいな。あ、咲いてる方が多いですね。だからちょっと衣装とかもような感じでね。そうです、好きなんですよ。ほうほうほう、何かしらじゃあシンパシーとかね、感じました。さて、チャッキーさん、チャッキーさんはなんか印象としては
ゲームの好みは合いそうだなと思いました。今やってますか。今モンハンはもうガチでやってますね。あ、そうなんですね。狩りするんですね、やっぱり。はい、ゲームで狩りするんですね。もうめちゃめちゃ買ってます、はい、もう暇さえあれば睡眠不足削って、あの睡眠削って、ね、ダメじゃないですか。いやいやいや、やっぱ狩り不足が。あ、なるほど。魔界の人はやっぱ狩りをね。そうですね、やっぱり僕はのドラクエだったです。あ、ドラクエモンスターをね、モンスターを倒しちゃうの。まあ、この勇者の動向を、はい、あえて自分が勇者をロールプレイすることによって探る、はい、あ、相手の気持ちを知るってことですね。そうそうそう、大事ですね、大事ですね、それは。そう、さて、じゃあ、はい、続きましてロザリア様から見たそのやっぱりお二人っていうのは、はい、そうですね、僕もね、先日そのツイッターの方をフォローさせてもらって、いろいろとこうやってめくりながらめくりながら見てたんですけど、めくれるんですか、その爪で。スマホ難しいの、反応するの難しいの。扱えない、画面傷ついちゃうのか。ダメじゃないですか。さあ、どうですか。いや、でも本当にね、そう、僕も先ほど言われたように、そのファッション的なところとか、うんうんうん、そういうのがすごい伝わりやすいなっていうのと、うんうん、あとね、今日お会いして思ったのが顔ちっさ。あ、まあ、今日この中で、ないし、ここにいる人、ライカを含めて一番イケメンだと思います、うんうん、間違いない。まあ、一応モデルをやらせていただいてます。いや、本当素敵ですね。ありがとうございます、はい、さあ、続いてチャッキーさん。黙る黙る黙る判断してください。さっきね、はい、頭にこれついてなかった。そういうこと言っちゃダメでしょ。そういうこと言っちゃダメでしょ。そういうこと言っちゃ、このカブとかなかったの。あ、そうですね、このカブと強そうですね。そうですね、これが本体なんで。あ、これ顔一番ちっちゃいって言ってたけど、マジョン君これ顔だ。これ顔だった。はい、ごめんなさい、訂正します。顔ちっさ。ちっさいね、ちっさい。小さいよりこれ本体。あ、でも本番前、すごい奥の方に本体やられた。床にちっちゃう。そういうこと言っていいんですか、この魔界ぶっちゃけトークは。ちょっとね、やっぱ4畳半で生活してる。あの、ずさんなんで。結構本当はいい顔ね、いい牙してますね。あ、これはもう、あの、これ結構さ、年代も高そうな感じで、すぐにもう、やっぱり殺すことに。いや、まあ、なんならば魔将軍っていうぐらいだから、僕の魔王軍にも加わってもらおうかな。そう、ファンのことを魔王軍と呼んでるんで。そうなんですね、そうです、魔王軍なんですね。ぜひ戦力に。ああ、なってください。今度また戦をやるときは。ああ、ぜひぜひ、はい。いずれコラボとかね。まあ、将軍です。将軍ですから。将軍ですから。将軍ですから。そう、はい。そして、チャッキーさんはお二人。お二人。キャリア的にはちょっと後輩に当たるんですよね、やっぱり。あ、そうですね。まあ、将軍はやっぱ666歳なので。そういう的なの。実際のね、活動も。そうです。まあ、チャッキーさんは先に説明すると、ユナイテッドモンスターズっていうのと、ジェイド・フォレスト・カンパニー、バンドを2つやってますね。今そうですね。そういうので、キャリア的に言うと、もう、お二人がだいぶ後輩という。あ、そうなんですね。そうです、そうですよ。あ、もう、若い。さっきから失礼なことばっかり言ってる。大丈夫、大丈夫、永遠の若手なんで。永遠の若手、666。大丈夫、永遠の若手なんでね。その印象というか、もうね、やっぱりね、おきれ。二人とツイッター見てても、ツイッター見てても文章がおきれ。あ、文章にもそうか、にじめ出る。確かにお二人のはすごい、あの、なんだろう、丁寧というか、やっぱり品があるというか。そうですね、やっぱりあの、千葉県なんで。千葉県民に怒られる。でも千葉県民はやっぱそういうところは自覚してるんでね。そうなんだ。やっぱ X ジャパンも千葉県民。ああ、そうか。そうですね、ヨシキさんも時々、あ、それあれか。そういうこと言わないで、あんまり。ここはちょっと、なるほど、そんなあれですけれども。やっぱり二人から見るところは、やっぱそういうバラとか、そうそうそう、品があるっていう。品がある魔界をやっぱりね、いい魔界のイメージをね。悪い魔界あるんですか。悪い魔界ありますよ、やっぱ。あ、そうなんだ。下水とこもあります。下水魔界あるんです。やっぱりいろいろありますもんね、魔界。そうですね、魔界にも、そう、土地で結構分かれてる。あ、土地で。スラム街みたいなところもあるんで。スラム街。そうです、そうです。なるほど、それぞれ魔界という中でも、先ほど出ましたけれども、まあ千葉県だったり、ね、千葉県市川市ですか。市川市ですね。ね、ないし池袋ないし、まあ魔界、確かに魔ですよね。そういうところのお互いの上は次の、ちょっと何のために人間界というか。え、魔将軍ですか。はい。なんとなくかな。なんとなくって言うんだ。